ははい皆様こんにちはニュージーです以前友達がね白血病になったっていう動画を上げていると思います。で最近その友達がね輸血の方を始めました。というのもね白血病に骨髄形成症候群からね移行して過ごしておったんですけども。 なかなかね白血球赤血球血小板の数値もだんだんとやっぱり下がってきて体力的にもね例えば階段とかね上がったりするとはあはあぜいぜいってね息切れがするようになりましたのでうんまあやっぱ数値が下がればねそれだけ体力も落ちてくるみたいです今まではですね 輸血抗がん剤治療いろいろ選択肢はあった中でとりあえず静観するというかねその状況を見守るっていうことでねやってましたけどもねやっぱり数値が下がってくると体力も持たないみたいではいです。で何もしないとただ体力だけがね消耗していって。 うん、数値が下がってきて、まあ、自力で生活できることができなくなる状態までなるとのことで、うんまあ、何もしないっていう選択はもうしないっていうことで友達も決めましたなので輸血を最近始めてますあとはねその抗がん剤治療をどうするかっていうのがね悩みどころですけどもとりあえず輸血をしてみてまあ白血球血小板 赤血球の、ね、数値が少しでもまた上向きにね上がっていけばいいんですけども、うん、まあとりあえず輸血をして体がどういう状況になるかっていうのも今はその友達は見守っているみたいですねそこをまずっていうところであとはその抗がん治療をどうするか抗がん治療をその、まあ、輸血をしながらするのかそれとももうとりあえず輸血だけでしていくのかただね輸血だけだと 結局のところね、まあ、数値は上向く時もあるんですがやっぱりだんだんと下がってくる傾向にあるみたいですねなのであとは抗がん剤治療をどうするかとりあえずその輸血の状況を見守りながらねやっていきますはいあとはその抗がん剤治療をするにしてもねやっぱりこう体力があるうちにしないと副作用がねだいぶすごく出るみたいで なので抗がん剤治療をするんであればね輸血をしながらするみたいですけどもやっぱりその副作用もすごいとのことなんでですねとりあえず輸血をしてみて状況を見るみたいですねはいなのでその都度抗がん剤治療をどうするかねまた輸血の結果の段階でまあ、抗がん剤をするかしないかっていう方向をまあ考えるみたいで ただもううんまあとりあえず輸血をして状況を見守りたいですね、はい、私がねこういう動画を出してる理由っていうのはねもうシンプル単純で単純明快で本当ね、うん、まあその白血病の経験された方とかねあとこう白血病について何かこう知ってる方とかいらっしゃいましたらねぜひぜひ何でもいいんでですね 私たちに、ね、教ええてもらえたらと思いまますす助かりますなので何でもいいんでですねこういうことも考えられるよ,るよとかね、うん、何でもいいんで何かこう白血病に関してね情報が欲しいところではありますね友達の場合はね骨髄性骨髄形成症候群から白血病に移行したっていう経緯がありますけどもその中であとはもう白血病にいざ今なってて。 まあ数値も下がってきてて輸血をしててるっていう状況です。はい、あとはまあ抗がん剤治療に踏み切るか踏み切らないかっていうところですけども、うん、何でもいいんで教えてください。ありがとうございます。